長浜市立杉野小中学校は、滋賀県長浜市木野本町に存在した、公立小学校、中学校、小中併設校で2019年度末に閉校した。それぞれ、長浜市立木野本小学校、長浜市立木野本中学校に統合された。AB、3月末で閉校予定が突然の最後の授業に、市が長浜の杉野小、 中、産経新聞。https://www.sanki.com/.west/.news/.200228/.wst2002280023-n1.html2020 年7月21日閲覧次の小中学校学校紹介学校情報。 sugin-es.nagahama.ed.jp o D 2020年7月21日閲覧。並行する、杉野小中高特別開放卒業生ら官無料、死が、中日新聞。web.archive.org 2020年7月21日、閲覧。abcdefgi h、I、杉野小中学校遠隔。 次の小中学校。2020年7月22日閲覧。AB、次の小中の平行式思い出は、心に残る新型コロナで、規模縮小。事業は延期長浜、滋賀。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20200321/ddl/k25//100/21300042020 年7月21日閲覧。ありがとうございます。